はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は愛媛県の製造業正社員9年目、37歳の方の給与明細です。最終学歴高卒で、仕事内容はトラクターの製造と創業。必要な資格やスキルが有機溶剤作業主任者、特定化学物質作業主任者で、勤務時間が8時から17時、残業ほぼなし。 収入が月収35万、年収500万、ボーナス45万。製造業をしたい方へのアドバイスとしては、トラクターの製造はとてもやりがいのある仕事です。で、給与明細で、えー、基本給が22万7300円、食、えー、の手当で4000円、職務手当1万9500円、家族手当1万5000円、住宅手当7000円、産業手当が3万5178円、 休日出勤手当5万4120、税金手当3340、株式保有の奨励金で30円、えー、総支給が、えー、36万5468円、そこから控除が引かれて、手取りが25万6571円となっています、えー。今回はトラクターを製造している方の給与明細でした。えー まあ、総支給36万5千円とかなり高くて、まあ、製造業なので休日出勤とかのえ手当とか割増とかでかなり稼げてるって給与明細です。工場も高いんですけど、まあ、会社の株を買ってったり、貯蓄とかで引かれています。で、組合員の方なので、組合費引かれてるんですけど、それもまあまあ高い感じです。 えー、まあトラクター製造業ということなんですけど、えー、給料はかなりいい感じになっています。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。